幼少の頃を思い出そう、小学生なりきりコンビニ買い物大会。お願いします。もっちです。はい、皆さん、はい、人生初コンビニって覚えてますか？覚えてません。僕もちょっと覚えてないですね。マジか。はい、僕はね、はっきり覚えてるんですよ。小4の文化祭のお昼ご飯に、はい、ホッシーとローソンに行きました。あー、まあね。何買ったの？チーズバーガー。初めて改弁っていうものをしたんですよ。親からもう多分ね、ほんと300円とかしかもらえなかったんだけど、うん、300円がもう大金だったわけですよ。そうだね、何でも買えると思ったの。どうですか今皆さん、コンビニで1000円使うでしょ？使いますね。そうですね、使うときは使います。しかもその1000円にさ、ありがたみを感じずにさ、まあそうですね、まあ、その当時の300円よりも全然軽く1000円とか使っちゃうんで、だから今回幼少の頃思い出して、はい、予算はもうほんと300円にします。当時と一緒、僕の。わお、なるほど。300円で幼少の頃の気持ちを思い出しながら、ワクワクした状態で買い物をして戻ってきてプレゼンしようっていう動画です。なるほど。はい、というわけで今回は小学生なりきりコンビニ買い物大会です。やっていきましょう。はい、まあ、小学生というにはね、はい、僕らの服装ちょっと大人すぎると思うんですよ。なので今から島村に行って小学生っぽい服をそれぞれ買いましょう。うわー、島村ってめっちゃ久々じゃないかな。この服装からちょっと気合入れてもらって、はい、お願いします。はい、じゃあ買ってきます。はい。それぞれね、衣装というか、まあ幼少の頃に戻るツールを買ってきたんで、はい、まあ、順番に着替えて出てきましょう。まあ僕からでいいですか？はい、よ。じゃあさっきちょっと野瀬とトイレで会った時にね、うん、野瀬の小学生の話を聞いてたのよ。うん、野瀬小学生の頃からラルフローレンのポロシャツ着てたのよ。丸々スタイルって言っていいの？丸々スタイル、その人の名前ってこと？それでは目を開けてください。アムスタイルです。パツパツすぎるな。高サッカー部。これアム。じゃあ俺行ってきていい？いいよ、全然。だってこれでコンビニ行くの？特にスタイル名ないですけど、はい、これはもういます、普通に。それでは見上げてください。うわー、いるわ。なんかいいな、でも、ね、別によくね。別にいいわ。別にいても不思議じゃねえわ、なんか。別になんかね、うん、僕来ますか、じゃあ。はい、はい、いや、めっちゃこれ俺。うわ、やばい。目を開けてください。うわぁ、僕これ多分いる小5ぐらいの俺。しかもこの丈多分。いや、もっと違うな。うわぁ、これだ。ここちょっとね、ちょっと短いのよ。出てんのよ。そうなのよ。いやー、俺これめっちゃしっくりくるもん。ここやばいやばい。021972わかるわ。ハピネスメイキング。ハピネスメイキングが絶対意味ないんだよ、この辺。バーコードもついてるし。小3、小4、小5って感じ。そうだね。あ、まあ確かに。いや、黒黄色やっぱ小学生だよね。あ、これやばいね。黒黄色小学生感すごい。ちょっと俺なんか微妙じゃん。買い直してもいいんだよ。買い直し。だってこれでコンビニ行くのやべえ。別取りしない。小学生3人組、300円握りしめてローソン行ってきます。じゃあ、行くぞ。やばい。ないないない。ね、店員さん本当に2個下の後輩でした。え、だしね、部活一緒の2個下の後輩でした。やば。いや、俺が部長やってた時の2個下の後輩だったから、ゴリゴリ多分顔知られてるし。仲良くないの？いや、正直喋ろうと思えば喋れるけど、いや、マジで絶対喋った方が良かったじゃん、そんな。いや、きつい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 。先輩ダサいんだって思われるんだけど。きついきつい。はずい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 。買ってきましたー。やったー。こっから行こうかな。まずね、スポーティッシュな感じ。うん、そうでしょ。あ、ちょっと、ごめん、あんま関係ないかもしれないけど、ちょっとベビースターとりあえず。ベビースター。あ、美味しそう、うん、これ美味しいよね。うん、美味しい、美味しいよね。で、あと、ビッグカツ2枚。あー、これね、定番。うまいよな。そうなのよ。こいつらと三種の神器、これとベビースター。三種の神器。ベビースター、ビッグカツ、あとブラックサンダー。あー、これなのよ。黒い稲妻ね。黒い稲妻。ちょっとこれね、前買ってたもの。
なかったのよ、いつも買ってるものが。うん、だからちょっと代わりとしてこの鬼滅の刃のウェハースのカードが付いてるやつ。ウェハースね。そう、こうカード付いてるやつ、ウェハースシリーズね。初めてるよねこれ。僕はあれだよ、死んだワンショット。それも死んだワンショットだった。そうだよね。何あれ、今思えば意味わかんない。何あのカード。これで292円でした。高っ。じゃあ僕いいかな。うん、うん、僕はお昼ご飯を食べたいかなって。パツパツすぎた。まず、まあ、僕が一番ね好きな、うん、粗挽きソーセージ。あーまあホットドッグね。まあ、微妙だね。微妙だな、うん、確かに。そしてこれは僕がね朝ごはんにいつも食べるから今日も食べちゃおうかなってことで、うん、あチョコチップスティックかな。これはわかる、これはわかる。これを昼ご飯で食べる。わかるか。え、これはわかるよ。わかるよ。これはこのシリーズ、かば焼きさんとわさび海苔。うん、で僕好きだから2枚ずつ買っちゃった。あー、10円だもんね。そう、安い。これ以上です。わかる。じゃあ最後俺。あ、まずね、見てほしい。あ、あった。おー、出た。伝説の。あった、あった。ローソンチーズバーガー、チェダーチーズ。あったね。これいくら。これね、145円。おー、おー、まあまあ若干高くなってる。値上がりしてる。やっぱそうだな。もう一個が、ふわふわホットケーキ。わあ、まあ、デザートだ。そう、美味しそう。これお昼ご飯。うん。あとお菓子、うまい棒。あー、みんな食うね。食うね。そう、3本買えるのにコンポタージュが2個っていう。わかるよ。これで288円。おー、うん、